え、どこ行けるん、なんか道塞がっちゃったんだけど。バーチャルおばあちゃんだよ。うんこ？なんで今うんこって言ったんだろう、ばあちゃん。病気なの。お現象っていう。突発的にうんこって出るのやばい。自覚がないもんね。最近ワイもうんこって言ってしまう。伝染するからね、この病気は。うんことかの話はいいから、どこに飛び移ればいいか教えろって言ってね、おばあちゃん。よし。うんこ。定期的なうんこね。うんこって言っちゃうの。せいやもうんこって言ってたでしょ。若者の間で今、お現象が流行っています。粗品も言ってた。まあでも、うんこって言うけどさ、アメリカ人も言うじゃん。シート。ブーシート。うんこ、うんこ、うんこ。ね。バンコク共通なんです。うんこっていうのはね。マオさんがアドバイスくれてる。本当？俺は終わりに体外に排出されるものなので、うんと呼ばれており、うんと呼ばれており、大小便を置く場所がうんちと中国で名付けられました。それがうんちの語源だと言われています。へぇー。あうしの呼吸からうんちにたどり着くってすごいですね。中国から日本にうんちという言葉が伝わったのは、室町時代の話、頃だったそうです。じゃあ、卑弥呼の時代は、うんこをどう言ってたんだろう。うんこだったんじゃない？中国がうんち派で、卑弥呼はうんこだったんじゃない？くっそどうでもよくってくさ。いやー、それはでもさ、机上の空論じゃん。でも絶対みんなに、そういうことじゃないんですよ。どっか伝わったとか、文献が残っていたことを最初の祖とするのやめない？そのアカデミック的な理由付け。それって、論理的とか言ってるけど、そんなことじゃないと思う、人間って。みんな、うんこしてるとき思い出して、って言うじゃん。その、に決まってんじゃん、うんこの、なんて。それで、踏ん張るときの、なの。どう考えても、で、ポリって出てくるでしょ。それってもう自分から、切り出た、その、うんこって、もう子供じゃないですか。だから、ポリッ、子供だ、うんこ、この、で出てきた子が、うんこなん。わかったから、早くやれ。いや、もう終わろうと思ってんだけど、今のエンディングトークだよ、おばあちゃん。もう1時になっちゃうから、チャプター10で。終わろうかなと思って今、うんこ最後のみんなが大好きなうんこトークをしてたんだけど。ということで。いや、バイーニ。何語？あー、くそ。巨乳はじごしぶりだ。部下ピーター。巨乳ちょまねちょがぜ。ちょがちょまね。あ、暴れた。ははは、あいた。うわ、バカ。